前回はパーラーケージピットさんがオープンしたので行ってきました。雨模様だったので店内で食べてきましたが、海の見える屋上テラスで食べることもできます。今回はこの後ドライブしながら観光して美味しいソフトクリームを食べに行きたいと思います。雨も止んだし、よろしゅうございました。お見送りもしてくれて、なんかそういう店多いな最近、うん、昨日のあのステーキもそうやったよね。それかパークゴルフやってる。あ、ここなんか通ったな。この橋の下、この辺向こうからこっちへ通ったことある。マングローブあんなとこにあるの？この川のほぼ海に近いところに。何それ急に何でなの。なんかどっかの通路になんか車を止めてて。あ、そうなの。どっかの通路ってどこ。展望台っていうところ。どこ通路ある。あ、それ1台しか乗らへんし。ここに橋がある。これは橋あるけどさ、目的地は右側です。お疲れ様でした。まずこれ辺で止めて。これもちょっと止めとさ、これ向こうから来たらもうアウトやね。これいつ上なのかどうなのか分からへんし。なんか展望台があると。止めたかった。落ちるんじゃない。落ちる。帰ってきて車あれへん。ほらほら。でもこれ買わせる場所やからさ、こんなとこ止めたらあかん。そこ止めたらあかんかな。水牛がここ止めるよ。はい、買わないの。そうでしょう。あ、そこまでしか通れないから中下降りられない。塩ね、塩招きデッキ。ほらなんか向こうの北の方行ったらさ、なんか雲のすぐ。歩けてたもん。下？うん。あと、もっと北の方がある。
傘持ってくの忘れたね。ねえ、そうそう、全然お客さんおれねえ。展望台になってるね。さっき言ってたんがそこや。そっちの中にもあったもんね。うち？もう一個。まだずっと向こう。ちょっと、びっくりした。なんか虫おるわ。これだ、これ。悪いとおめ。虫にも好かれて。好かれてなんか木がいるよ。クオの巣よけ。グローブの小道、だからこれなんや、お昼着デッキ。お昼着オクラみたいなやつか。へぇなんかあれやね、カヤックで通らんでも歩いて通れる感じやね。なんかどっかであったと思う。あ、こっから降りれるんや。あ、ほんまや。降りるってそこまで。ほら、だからこっからカヤックかなんか乗るんちゃう。ほら、ふもとまで。行けるようになって。すげえ。うわー、気持ち悪い。これ白いの全部そうでしょ。そうや、かゆ。すごいね、ちょっとみんな同じ形してる。すげえ、何あれ、ミカ真っ赤かの観葉類じゃん。ん、
あれカニじゃない？真っ赤っかい、うん、真っ赤っかのカニ、なんかどこでも持ってくるのかな、なんか綺麗なもんって結構どこ持ってるからね。もう落ちないな。ないね。これで終わりやね。うん、ああ、向こう側にもね。本当だ、あるわ。そうやわ。また今度やね。また今度来ないと思う。人間に化けですわ、あの蛇。すげえな。誰もいない。いい観光地。観光地なのこれって。向こうは5月ぐらいのね、ゴールデンウィークで種植えて、うん、沖縄の米ってうまいやん、これ食べたことない、ね、なあ、出回るんかな。北海道の米ってあんま美味しくない言うけど、温暖化で、うん、美味しくなったでしょ。そう、美味しくなった言うとるから、あんま良くないんかいいんか分からへんけどな、うん、こっちのやつ美味しいのかね。あ、なんかそこらじゃ虫がいい。人が歩いてきた。病んでよかったね。たまにパラパラしてる。なんか毎年のように歩いたら晴れてて、車乗ったら雨降ってきてみたいな。やっぱり車乗ろう、また降ってくる。なぜか雨降ってたな。そうですよ、いつも乗ったら雨降ってくる。いいとこやわ、沖縄。いいんか悪いんかわからんけど、車乗ったら雨降ってくる。なんか見てはんのかな。ちゃんと歩いてるときは雨降らない。雨降ってたな、すごいね。まだ今やったら冷凍違う。6月以降は。そうだね。冷凍はいいよ。速度にご注意ください。これちゃうか。これか。これを右だ。はいはいはい。来た来た。
150円のミニカップにしようかな。あれちゃん、口の中ステーキのニンニクと今日さっき食べたあのハンバーガー、ハンバーガーのあの肉のなんか大体中和されたおいしいね、ずっとニンニクやったもんね。前に来た時ってこれいつぐらいだったかな。結構前じゃない。お頭ギンギンできた。スープもあんねや。冷たいのばっかりかな。オープンしてた。
ってったね。また降ってきました。また降ってきました。すごいね。車乗ると雨が降る沖縄の梅雨はそんな感じ。およそ 400m 先、右方向です。丸信号右。おー、いいね。次、高速室近い。すごい降ってきた。ご注意ください。出たな。こっち、右に行けって。これ右だ。右だね。え、ちゃうね、まっすぐなっとるね。ほら、まっすぐや。ああ、そういうことか。これが分かるね。先の先のようなホンダのフィットってこんな形なんや。変わったね。すごい観光バスが行きよんな。連なっていきます。巨大に行きよんな。巨大にトイレ休憩中行きはるね。なんな、ワイの人やったら分からんでもないけど、ニコニコの人ばっかりで、ほら、なんだよ。ずっと前から一緒やな。そうだね、ETC 使う人少ないね、沖縄に。あの、ワイはわかんねえね。日本のクレジットカード持ってないの。1キロメートル先、右方向。なんか、こんな横断歩道に乗ってきてる。360メーター先。こっちからこう行って、こう来れるようになってるね。あ、ほんまや。もうちょっとしたら、ね、なるほど、そういうことね。ここが教団の駐車場になるでしょ。ほんまや。ちょっと歩かなかったかな。なるほど。これ？そう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊トモチンのチャンネルどうぞよろしくお願いします。すごいね。壁しわどない。なんかあまり見なかったよ。うん。あの飛行機の上からもあんまり見なかった。でも一応砂浜のところにちょっと打ち上がったり、うん、残ってるんやね。